では頼んだぞ。うん、それじゃあヒーローさんのいつものやり方を説明するね。ほとんどの時は旧市街地とか港湾即場の路地裏で人体改造に興味がある人を探したり、スラムの近くで自分が実験体になっても構わないって人を探してるの。闇サイトに情報を載せることもあるかな。でもヒーローさんは実験の実態をうまく隠しているから、実験に参加する人は普通の薬物観察実験だと思ってるわ。私たちもそのやり方でいいんじゃないかな。先に旧市街地の方へ行ってるね。よく考えてから来てくれればいいわ。待て、俺も行く。え、そっか。大したことではない。行くぞ。隊長、来てくれたんだ。ここだよ。この通りに荒れ果てたお屋敷があるの。ブラックゲート事件で大部分が壊されて、今は貧しい人たちの溜まり場になってる。今回はどんな理由にしよう。いつもの薬物実験？資料ならあるけど。ふん。理由など必要ない。え？奴らはとっくに知ってるさ。あんた中央庁の人間なのに知らなかったのか？あちゃー、余計なこと言っちまったな。ああ、知ってる。中央庁のなんとか部のリーダーだろ。見間違えたかと思ったが、まさか本当にあんただったとは。ずっと俺たちの町を守ってくれてるだろ。いつもテレビであんたを見てるよ。ありがとな。隊長は忙しいんだろ。今日はこんなところに何しに来たんだ。このみそぼらしいスラム街にあんたの欲しいものでもあるのかい？それともここにまたブラックゲートが現れてモンスターを片付けに来たのか？何か必要なら遠慮なく言ってくれ。俺みたいにここに住んでいる人間も協力するからさ。実験に参加してくれる人間を探しに来た。何をするかはもう分かっているだろう。ああ、参加させてくれ。平気平気、俺たちはとっくに知ってるさ。薬物実験ったってそんな単純なもんじゃないってことはな。報酬がいいからここの連中はみんな我先に行きたがってるんだ。あんた中央庁の人間なのに知らなかったのか？あちゃー、余計なこと言っちまったな。お、ああ、あんたはここにいるのがどんな連中か知ってるか？俺の家はさ、ブラックゲート事件でモンスターに壊されて、女房と息子も死んじまった。俺も手足が不自由になって仕事ができなくなっちまった。この体で瓦礫の中からちょっとばかしの貯金を掘り出してここで寝泊まりするようになったんだ。俺の唯一の望みは女房と息子の仇を討つことだ。でも俺は人気使いでも隊長でもない。もう普通の人間だとも言えねえ。こんな俺に何ができるってんだ。
その実験に参加したら死ぬかもしれない。だが生き残る可能性もある。生き残れば超能力者になれるんだ。女房と息子の仇が討てるんだぜ。最高じゃないか。そういうことだ。罪悪感を抱く必要はない。奴らのような人間にとってこれが最良の死に方なのだ。その実験をするんだろ。もう準備はできてる。まずは採血だろ。それともレントゲンか。まあいいだろう。それは認めてやろう。好きにしろ。俺はもう地獄にいる。要件がなかったら俺を呼ぶな。そっか。うんうん、わかった。わかりました。お前、戻れない道を進み始めたな。あの男と一緒なら、確かに違う結末にたどり着くだろう。隊長。隊長。疲れたのかい？適切な志願者を見つけてくれた。ご苦労だった。ダルビラもぴったりな一般人対象者を連れてきてくれた。二人ともよくやってくれた。人気使いはいずれも希少なサンプルだ。安心したまえ。全員の体を大切にするさ。さあ始めようじゃないか。隊長、元気がなさそうだ。疲れているのなら先に帰って休みたまえ。だろう。では誰かに部屋まで送らせよう。うん？報告します。キャビン内の圧力が急上昇しています。想定内だ。慌てることはない。続けたまえ。ですが限界値を超えています。止める必要はない。あと少しだ。続けろ。全員続けたまえ。成功だ。今度こそ本当に成功したぞ。全ての数値が予想値に戻った。
戦闘力は若干高くなり、知力測定に異常なし。意識もはっきりしている。以前話した新型リビングデッドだ。こうなると人気使いは死ぬことはない。体はもう安定している。どんな戦闘を行おうと疲れやしない。独立した個体として隊長がいなくても弱って死ぬことはない。今回のデータを記録して他の人のデータと比較すれば結論が出るはずだ。どの仮説と合致するか楽しみだ。だが今はちょっとしたお祝いをするのも悪くないな。どこでもいい、隠れないと。しっ、声を出すな。笑いたきゃ笑うといい。サインして死んでも構わないなんて言っちまったが、死ぬ間際になって突然死にたくなくなっちまってよ。こうなっちゃここにいたら俺はもう終わりだ。なあ、あんた、俺を中央町のアントネーマのところに連れてってくれよ。彼女とヒーローは仲が悪いだろ。俺の体はヒーローにこんな風にされちまった。彼女も人気使いだろ。超能力があるんだろ。そうだろ。ああ、知ってる。中央庁のなんとか部のリーダーだろ。ああ、参加させてくれ。来たのね。
なんであんたまでそんな姿になっちまってるんだ。これじゃもうどうにもならねえじゃねえか。もう打つ手はないのか。あんたらでもどうにもできないのか。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん。隊長。あなたが部屋にいなかったから端末を頼りにここまで来たの。これはアントネーワさん。無事でよかった。行方不明の実験メンバーを追ってきた。どうやら残骸しか回収できなさそうだ。ではここにある残骸を2つとも回収させてもらおう。あとヒーローさんからの伝言だ。リビングデッド化実験の最終段階が完了した。もう何の心配もいらないと。明日異世界が大きく動く。できるだけその前に人気使いとリビングデッド化の準備を進めておけ。ヒーローさんも最後の準備を行っている。まあ
アンが特例なだけかもしれない。だってアンはみんなと違うから。あなたが正しいと思う道を進めばいいよ。アン、待ってる。未来で、これからの日々で、待ってる。アンの死体を見たよ。彼女の体内で今成長しているものがリビングデッドだ。考えても見なかった。すでにリビングデッド化した人気使いが、まさかアンが普通の人間と違うとはいえ、やはり注意しなければなるまい。原因については現在調査中だが、都市の空気中の原力濃度のバランスが崩れているせいではないかと考えている。心配するな。対策はすでに考えてある。ついてきたまえ。想定内だ。慌てることはない。続けたまえ。巨大なブラックゲートが十分な大きさになると、この世界と異世界が融合する。原力も空気中の通常物質になり、全ての人に影響を与えるだろう。考えても見なかった。すでにリビングデッド化した人気使いが、まさか。心配するな。対策はすでに考えてある。ついてきたまえ。ここだ。見えるかな、あの裂け目が。ずっと前から観測していたんだよ、あの裂け目をね。全ての始まりからあれはあそこに存在していたはずだ。ずっとこの世界に降臨する機会を伺っているんだ。街にブラックゲートが出現するに伴い、あれもうごめき始めている。巨大なブラックゲートが十分な大きさになると、この世界と異世界が融合する。原力も空気中の通常物質になり、全ての人に影響を与えるだろう。これで現実世界と異世界のコネクションが完了した。原力は2つの世界を行き来してバランスを取る。完全にバランスが取れた時こそ2つの世界がシンクロする。あれは異世界への入り口だ。見た目はブラックゲートのようだが、観測データから見るとこれまでで最も安定しているブラックゲートだ。準備が整ったら、ここから異世界へ進出できる。だがそれだけじゃない。もしあの異世界に死んだ人間を復活させられる人気があったら。分かっているはずだ。人気使いたちは異世界の出現後に現れたということを。全ての人気は我々がよく知る神話にまつわるものだが、
その実体は異世界のエネルギーだ。異世界がもし人気の宝庫なら、人を復活させる人気が一つや二つ存在していてもおかしくはない。この世界に我々が望む力を持った人気使いが生まれるわずかな確率に賭けるより、直接他人の宝庫に入っていった方がずっと手っ取り早いだろう。嬉しいよ、一緒に来てくれるとは。ただこの入り口の原力濃度は君にもわかると思うが、普通の人気使いは近づかない方がいい。リビングデッド化した人気使いだけ連れていくことにしよう。君のもとにはまだリビングデッド化していない人気使いがたくさんいるようだ。彼らを説得してみたらどうだ。これも彼らのためだ。どうだろう、何か機械のようだが、これは見たまえ、8つの裂け目があるだろう。8つの骨格をはめてみよう。もしかしたら後ろの扉が開くかもしれない。さあな。だが開けてみようじゃないか。人気使いの弾、敵だ。そこから離れろ、ヒーロー。ほう、中央庁は滅び、アントネーワも死んだが、君たちのような雑魚がまだ生き残っていたのか。ほう、まったく愚かだね。君たちの体はブラックゲートの中では苦しくて耐えられないだろう。それでも私と戦おうというのか。いただきました。さてさて、反撃に出るとしますか。この骨格と隊長たちが持ってる残りの骨格を全部破壊してくれるって約束すれば返しますよ。破壊しないなら私たちを倒して奪ってみれば。その装置を起動させるわけにはいかん。異世界はこのブラックゲートではなく扉の向こうにあるのだ。骨格はこの装置を起動し、その扉を開けるものだが、私たちの世界は脆すぎる。骨格の力を借りたとしても異世界とは比べ物にならないほど脆いのだ。異世界と接触すれば押しつぶされてしまう。お前を騙したのはヒーローだ。聞け、今すぐ骨格を回収しろ。
いいだろう。お前がやるというのなら共倒れになっても私は構わん。早くしてね。逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。これで逃げないでちょうだい。来なす降りたまえ矢の雨。降りたまえ矢の雨。戦闘開始。最強の逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。みな逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。はっ、あっ、やろう。逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。見たよ夢の中の風景を。逃げないでちょうだい。僕が守ってみせます。降りたまえ矢の雨。これで逃げないでちょうだい。早くしてね。降りたまえ矢の雨。逃げないでちょうだい。動きなさい。降りたまえ矢の雨。逃げないでちょうだい。早くしてね。降りたまえ矢の雨。はっ。逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。討伐開始。動きなさい。逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。ええ、逃げないでちょうだい。降りたまえ矢の雨。はい。これで全て揃った。隊長、感謝しなければならない。最後の目標まであと一歩だ。あとは魂を捧げてこの扉を開くことだ。ここまで生き延びるとは本当に運が良かったな。
なんてことはない。リビングデッド化の過程でほんの少しサプライズを加えただけさ。Thank you.